焼きたてのレープクーヘンレープクーヘンは、蜂蜜、香辛料、またはオレンジレモンの皮やナッツ類を用いて作ったケーキの一種で、ドイツを中心に中央ヨーロッパ各地で作られている。ドイツではクリスマスに飾ることで知られ、特に家の形をしたものは、ホイスヒエンプヘフッファークーヘンハウスと呼ばれる。レープクーヘンの特徴として、蜂蜜を甘味料に使うことと、 東洋由来のスパイスを入れる点が挙げられる。酵母は用いられず、代わりに膨張剤として、炭酸アンモニウムないし炭酸カリウムが使われるが、これらは焼く前の生地に苦味を与える。冷蔵券は、しばしば、アーモンド、クルミ、オレンジピール、レモンピール、そしてとりわけ、チョコレートといった材料で風味付けをする。今日では、主要なスパイスを、 あらかじめ混合したものがレープクーヘンスパイスの名で売られている。ドイツではレープクーヘンは要求される最低限の品質が法律で定められていて、それを満たして初めてレープクーヘンの付く流通名称が許可される。レープクーヘンに少なくとも25%のアーモンド、または他のナッツ類が含まれている場合、食料品及び日用品の品質に関する法律に、 基づき、エリーゼンレープクーヘンのように名称をつける必要がある。レープクーヘンには最大で10%の黒粉または7.5%のデンプンを入れることができる。さらに、エリーゼンレープクーヘンは LMBG によって高品質ベーカリー製品と定められ、これら以外の材料として栄養価の高いクーベルチュールのみを加えることができ、栄養価の低いカカオ入りバタークリームを用いて、 製造してはならない。多くのケーキが種類の場合と同様、レープ空ンにもドイツの地域によって異なった名が付けられている。南部、西部、北部ドイツでは、レープ空ンという用語が優勢である。南西ドイツでは、ラーベ空ン、レッククー空ン、レーベンスクー空ンの名称も見られる。バイエルン地方では、レープ空ンのルインギン語として、マーゲンブローとも使われるが、 この語は一般には別の種類の焼き菓子を表す用語である。これに対し、東部ドイツでは、プフェフハー空辺の呼称が広く用いられている。レープ空辺のこの正確な由来や意味については、一致した研究結果が得られていない。名称の由来は、しばしば、レーベンの空間と解釈されるが、一説によれば、おそらくラテン語のラベムが語源になっていて、 生命とは無関係であるとされる。別説では、この後の語源をドイツ語の単語、ライブに求めるものもある。プフェッファー空ーンの故障は、基本的な材料である、外国由来のスパイスを、総合的に、フェファーと呼んでいた中世にまで遡る。レープ空ンと同系統の歌詞は、イギリスやフランスではそれぞれ、ジンジャーブレッドないし、ペインディー・アピースと呼ばれ、このことは、 東洋由来のスパイスが大きな重要性を持っていたことを示している。法日空編の名称はこの歌詞を特徴づけるもう一つの副材料である蜂蜜にちなんだ名称である。スパイスの入った小さな蜂蜜パンについて記している最初の文献記録は紀元前350年のものである。古代のエジプト人は蜂蜜で甘くしたケーキを知っていたが、これは 王子の葬儀の副葬品としても知られている。ローマ人に馴染みのあったパーヌスメリトゥスは蜂蜜をケーキに塗って焼いたものである。今日とは違い、レープクーヘ変はクリスマスの時期に飲み食されるものではなく、イースターやその他の時にも食べられるものであった。レープクーヘ変は四純節の料理の一品として強いビールなどの飲み物と一緒に出された。今日知られている形状のレープ空変は、 元々は、ベルギーの町ディナンで発明され、それから、アーヘンの人々に受け継がれて変化し、そして最後に、フランケン地方の修道院に引き継がれて、再度多少の変化を見たものである。修道所たちはクッキーをデザートとして製造した。すでに百2 9 6年に、ウルムで、プフェッファー空ンとして研究された記録がある。十四世紀には、ニュルンベルクとその周辺で、レープ空辺が、 男子修道院で焼かれていたことが知られている。レープ空ンは長持ちし貯蔵しやすかったために好んで作られ食料の乏しい時期でも修道士たちに分配することができた。レープ空ンの製造には遠い国からの珍しいスパイスが必要だったので主要な公益地点となった都市には長年に及ぶレープ空ンの歴史がある。この歴史は ニュルンベルクとプルスニッツを除くと、アウクスブルク、ウルム、ケルン、バーゼルで見られる。ミュンヘンでは1370年の税金目録に、すでに、レープツェルターの記載が見えるが、これはすなわち、レープクヘン職人を指す。ミュンヘンでは、レープクヘンは、型抜きされ色とりどりの砂糖で飾られるが、ニュルンベルクでは、アーモンドやレモンピールで飾り付けされる。 西プロイセンのマチトルンのトルン風レイプク編、別名トゥアナーキャサリンチェン内し、トゥアナープフラステアスタインも有名である。この名称は、聖カタリナ修道院、通称、キャサリンチェンに由来する。レイプク編は、生体を焼くのに使用した修道院のパン窯で、ウエハースに乗せて、同様に焼かれる。南ドイツ内市オーストリアでは、薄型のケーキを、セルテと呼び、がって、 それを焼く人は、レープツェルターと呼ばれた。レープクーヘン職人はギルドを蘇生した。レープクーヘン生の家お祭りで売られる、様々な愛の文句が書かれたハート型のレープクーヘン。今日では、レープクーヘンは、地域によって様々な故障と、バリエーションに富んだ伝統的なクリスマスの焼き菓子と、みなされている。チョコレートの上掛けのあるものやないもの、ナッツや、アーモンドや、 ジャムフィリングの分量の多い、少ないなど多様である。絞り出したアイシングで飾り付けをしたハート型、レープ空編も人気があり、村祭りや年の市またとりわけクリスマス市でパン屋の屋台で売られている。お祭りの屋台では一年を通じてメッセージが書かれたレープ空編が売られ、アイシングで好みのメッセージを書いてくれる店もあるが、 ヘンゼルとグレーテルのメルヘンに由来する有名なお菓子の、いえ、プフェッファークーヘンホイスヒエンもレープクーヘンで作られる。世界的に知られているレープクーヘンは、ニュルンベルク風レープクーヘンとアーヘナープリンテンである。バーゼル風、レッカーリ、アルツベルク風、レープクーヘン、ベントハイム風、モッペン、プルスニッツ風プフェッファークーヘンもよく知られたバリエーションである。その他に、 フランスのディジョン由来ないしデンマークのクリスティアン・フェルト由来あるいは1919 19年以来ポーランドのトルンで作られているトルナー・カトリン・ヒエムといった有名な名産品のレープ空ンもある。スイスではレープ空ン生成ニコラウスも広まっている。レープ空ンの塊にアラビアゴムで紙製のニコラウス像を貼り付けたものである。この伝統は19世紀半ばまで遡る。 非常に素朴なレープクーヘンの一種、造船ヘンは、ドイツのいくつかの地方の調理場ではソースを作るのに一年中、使う調味料である。今日では、調整済みのレープクーヘン生地やミックススパイスを食料品販売店でも販売している。詳細は、プリアー肉を参照ロシア式レープクーヘンであるプリアー肉は、小麦粉、砂糖、バター、油、水、牛乳。 塩で作られる。蜂蜜とスパイスも加えられることがある。プラー肉はしばしばロシアンティーと共に供される。プラー肉の名産地として知られるトゥーラ市では遅くとも18世紀には多種多様な形状や風味付けのプラー肉が作られていた。現在ではトゥーラにはプラー肉博物館があり、来訪者は焼きたてのプラー肉を買うことができる。ありがとうございます。